ケリー・ポール・ウーブレ・ジュニアはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のバスケットボール選手 NBA のシャーロット・ホーネッツに所属しているポジションはスモール・フォワード2014年のマクドナルド・オール・アメリカンでのウーブレ・ケリー・ウーブレ・ジュニアは1995年にルイジアナ州ニューオーリンズで生まれたが2005年に発生したハリケーン・カトリーナによって一家は テキサス州リッチモンドに引っ越した。ウーブレは、ネバダ周辺ダーソンにある、ファインドレープレップに転校するまで、テキサス州、フォートベンドのジョージ物資高校に所属し、2014年の10月に、カンザス大学に入学した。大学1年目の2014から2015シーズンに、ウーブレは、ところぞくカンファレンスの週刊最優秀新人賞に2度、選出され、 そのゴールルキーチーム入りも果たした。また、ビッグ12カンファレンスの主要な賞を総なめにした。カンザス大学では出場した36試合のうち27試合で、先発出場し、1試合あたり平均出場時間21分で、平均9.3.5リバウンド、1.1スティールを記録した。そして2015年の4月に、ウーブレは2015年の NBA ドラフトへの、 アーリーエントリーを宣言した。2017年のプレイオフにて、ウィザーズでのウーブレ2015年6月25日、ウーブレはアトランタホークスから15位指名を受けたが、その直後にはシントン・ウィザーズが19位で指名した、ジェリアン・グランと2つの二巡目指名権とのトレードが成立し、ウィザーズの一員として NBA での選手生活がスタート。7月9日、ウーブレは、 ウィザーズとのルーキー契約に合意。その後参加したラスベガスでのサマーリーグでは、6試合で平均16.8点、5.7リバウンドを記録した。2015年11月6日、ボストンセルティックス戦で初得点を記録した。2018年12月17日、トレバー・アリーザのトレードにより、オースティン・リバースと共にフェニックス・サンズに移籍した。 2019年7月16日、サンズとのと2年3000万ドルで契約を延長に合意した。2019から20シーズン、初めて先発に定着し、56試合に平均34.5部の出場で、18.7得点6.4リバウンドなどと成績が向上した。2019から20シーズンオフに、 クリス・ポールとのトレードでオクラホマシティサンダーへ移籍したが、その後2021年のドラフト1巡目指名権、1巡目指名権とのトレードでゴールデン・ステート・ウォリアーズへ移籍した。2020から21シーズンの2021年2月4日のダラス・マーベリックス戦で自身初の1試合40得点を記録した。オフに FA となった。 2021年8月7日にシャーロット・ホーネッツと2年2500万ドルで契約したレギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。